ホワイトフォックススエッグファーム、スタジオバインド株式会社スタジオバインドは日本のアニメ制作会社。アニメーション制作のホワイトフォックスとプロデュースのエッグファームが共同出資し2018年11月に設立したアニメ制作スタジオである。設立の理由には無色転生異世界いたら本気出すのアニメ化にあたり企画を継続的、長期的、 計画的に進めていく体制が必要であると判断したことを挙げている。代表取締役はゴンゾを経て8ビットでナイツマジックや山のすすめなどのアニメーションプロデューサーを経た大友和也が務めている。ホワイト・フォックスとエッグ・ファーム共同出資のアニメーション制作会社スタジオバインドを設立。無職転生から異世界行ったら 本気出すのアニメーション制作を担当。アニメレコーダー、https コロンスラッシュスラッシュ www.anime-recorder.com スラッシュ4521スラッシュ118618スラッシュ2021年4月12日閲覧。ホワイトフォックスとエッグファームが共同出資で設立制作会社スタジオバインド。 アニメーションビジネスジャーナル。http コロンスラッシュスラッシュ a n i m a t i o n b u s i n e s s i n f o スラッシュアーカイブズスラッシュ8652021年4月12日閲覧。作品履歴。スタジオバインド。2021年4月12日閲覧。ありがとうございます。